のアンドレアス・ブレーメ、9番がユルゲン・クリンスマン、7番が注目のアンドレアス・メラー、この背番号7番、ゼッケン7番にご注目いただきたいと思います。非常に、年齢的にはかなり高い年齢になっていますドイツです。一方のイタリア、ゴールキーパーがジャンルカ・パリューカ、ディフェンス2番のベナリーボ、5番コスタクルタ、6番キャプテンのフランコ・バレージ、3番パオロ・マルディーニ、8番のアルベルティーニ、4番ディノ・バッジオ、7番ロベルト・ドナドーニ、11番がシニョーリ、9番がカシラギ、そして10番がマンチーニ、こういったメンバーになっています。まあ、イタリアの方はディフェンスはですね、はい、AC ミランで固まってますので、そうですね、ベナリーボ以外はほとんど AC ミランですね。そうですね、まあ、果たしてどういう試合になりますか、ドイツ対イタリア。それでは早速ご覧いただきましょう。シュツットガルトのゴドリーブ・ダイムラースタジアムです。このユニフォームがドイツ、一方のイタリアはおなじみ青のユニフォーム、アズーリです。今日のレフリーはスコットランドのジェームス・マックルスキーさんです。試合が始まりました。右から左に攻めます地元ドイツ、左から右に攻めますイタリアです。この両チーム過去の対戦成績はドイツの23戦5勝7引き分け11敗、ドイツが5勝、イタリアが11勝ということで苦手にしますね。そうですね、89年度まではですね、はい、ほとんどイタリアの方が勝ち越してたんですけど、90年度以降はドイツが実は一勝勝ち越してるんですね。あ、なるほどね、だから最近で言えばもうほとんど苦手意識もないし、はい、ドイツの場合は過去5回のワールドカップでほとんど上位に来てますんで、ね、そうなんです。メンバー変わってもそれだけの力があるということですよね。今金田さんおっしゃったように、ここあ、今これはチャンスになるか、シュートを放ちましたがダメです。ここ20年間1974年から見てみましても、ドイツは優勝2回、準優勝2回、これすごい成績ですよね。メンバーが、ね、変わってるわけですから ね、まあ、きっちり帳尻を合わせてくるチームですよね、はい、そしてドイツとイタリアといいますと、まあ、私はすぐ思い出してしまうのは1970年の西ドイツ対イタリアのメキシコワールドカップの準決勝なんですけど、4対3の試合ですか。すごかったですね。ジョン・リベラにとどめを刺された試合でしたね。懐かしいですね。懐かしいですね。その時に確か、まあ、ホクツプレーしてたと思うんですよ。はいはい、ね、今のドイツ代表チームの監督ですけども、はい、これは今ドイツがシュートを放ったところ、ザマーのシュートですね。この人がザマー、本当あの試合はね、何度も言うようですけど名勝負ですね、この2チームは常に名勝負がつきまとうというか、そういう試合を残してきてますね。そうですね、歴史に残る名勝負と言われています。1970年メキシコワールドカップの準決勝、まあ、実はあの時にイタリアっていうのはあそこで全て使い果たして、決勝のブラジル戦ではね、ちょっと体力がかなり消耗してた状況で決勝に臨んだということですね。そうでしたね。またその後82年のスペイン大会の決勝もイタリアとドイツでした。その時はイタリアがドイツを破りまして、見事3度目のジュールリーメ杯獲得、ワールドカップ優勝を成し遂げたわけで、ドイツも90年のワールドカップで3回目の優勝を成し遂げまして、ブラジルと合わせてこの3カ国がワールドカップで3回優勝を成し遂げているという。中に折り返します、一旦後ろに戻しました。柏木、柏木から右のオープンスペース、ふわっと浮かしたイルクナーががっちりとボールをキャッチしました。ドイツはずっと、まあ、現在はですね、はい、4バックのラインディフェンスを敷く国が多いんですが、このドイツは 3-5-2 のシステムを堅くなり守ってますね。やはりこれだけ74年以降ですかね、やはり中盤が非常にコンパクトになって、はい、スペースと時間がなくなってきた中で中盤に人数をかけるっていうのがやはりドイツの考え、はい、これはもう国で統一した考えですよね、はい、その辺がすごいと思いますけど、そんな中で、まあ、352の場合は当然リベロを置くわけなんですが、そのリベロが、まあ、ローター・マテウスなんですね。そうですね、もともとゲームメーカーの選手ですけどね、はい、3番のブレーメ、90年のワールドカップでは今の3番のブレーメが決勝の PK を決めたわけです。この10番がこの人がマンチーニ、このマンチーニが果たしてロベルト・バッジオの役割をどれだけ、まあ、代行してやれることができるか。それと先ほどお話出ましたけどマテウスですね、はい、10番のドイツ の、 ちょうど試合開始早々クリアしようとしたところ引っ掛けられました ね、 そうでしたね。あの辺での中盤でのプレーの癖っ
ていうのがね、結構まだ慣れない部分があるんじゃないかなと思うんですよ。そうですか、このあたりそのマテウスのリベロのプレーも注目してみたいところです。ヘスラーがボールに絡んでいきます。イタリアがボールをキープしています。中盤のボールの奪い合い、ドナドにパスが通る、スルーパスは失敗です。アイディアは最高ですね。はい、90年のワールドカップの時はフル出場しました。ゴールキーパーのボド・イルクナーは FC ケルンのプレーヤー。金田さんは実際にドイツのケルンに行かれたんですよね。そうですね、ちょうど19歳の時ですけど、代表に選んでいただいて最初の遠征先がドイツ、そして 1FC ケルンというところで、まあ、日本代表チームが分散して合宿をさせてもらったところですね。あ、そうですか、はい、3人に囲まれました。ボールがドイツ。この辺りはさすがにイタリアらしい中盤のディフェンスといったところでしょうか。ドナドリですね、右のアウトフロントで前方へフィードしました。クリンスマンがボールを追っていきます。そしてフランコバレージ左へ展開、パウロ・マルディーニ。なかなか立ち上がりイタリアいいんじゃないですか。いいですね、ディフェンスはやはり素晴らしいですね。まあ、金田さん、このドイツとイタリアというチームの場合ですね、はい、先ほど話に出ました必ずまあいい試合になると、はい、よく噛み合うと思うんですけども、まず、まあ、地元のドイツから伺いましょう。ドイツの現在のチームの抱える問題点というのは金田さんはどういうふうにお考えですか。どうですかね、やはり年齢的なもんじゃないですかね。90年、まあ、言い方悪いですけど昔の名前で出てますという選手、それと今回のワールドカップに関しては無条件でディフェンディングチャンピオンとして出場できますよね。はい、そういう意味ではタフな試合を経験してないわけですね。ヘスラーのシュート、ヘスラーのミドルシュート。昨年はやや低迷したシーズンでしたが、今シーズンはなかなかいいようです。ヘスラー、右のアウトフロント、ギリギリですね。ギリギリですね、小さい選手ですけどね、はい、スピードも技術も非常に高いものがありますね。そうですね、88年に代表入りを決めました。金田さん、先ほどの話の続きなんですがね、はい、まあ、年齢のやや高年齢化ということが一つですね。その辺はですね、はい、うまくは調整してくるとは思いますけど、はい、まあ、マテウスが守備に下がってどうなのか、国際試合でっていう部分と、あとはやはりタフな予選リーグを経験してないということですね。そこですね、後ろから足をかけられました。シミオリ、昨シーズンのセリエ A の得点王ジュゼッペ・シミオリ、ラツィオに所属しています。金田さん、この今ボールをキープしているシミオリは背はそれほど高くありませんがスピードありますね。ありますね、強烈ですね、シュートもね。そうですね、左足はチャンスですね、この辺チャンスですね。ここはバッジオあるいはゾラがいると大変面白いシーンなんですが、ここは誰が果たして蹴るでしょうか。左へ出す、シニオリのシュートは大きく外れてしまいました。今金田さん、ちょっとタイミングが悪かったですね。タイミングが悪かったですね。シニオリも出されるタイミングっていうのは今のは知ってなかったですね。あ、そうですか。どうせ出すんだったらもう少しマイナス気味に出せということを言ってたんだと思いますよ。あ、なるほどね、ちょっとプラスの方向に出てました。そうですね、追いつかないですね、マテウスが飛び込んできましたから。今6番のブッフバルト、この人がブッフバルト、もうブッフバルトと言いますとね、 J リーグファンはこの人がもう見られるわけですよね。ですよね、レッツに入るわけですよね。そうですね、これ大変なことです ね、 しかしね、大変ですよ、信じられないですよ。6番のブッフバルトが浦和レッズに今年中に入ることが決定いたしまして、 J リーグのまた一つ新しい顔が誕生します。向こう側のタッチライン沿い、向こう側のタッチにボールが出ました。一方のイタリアは金田さん、どういうふうにその課題ですね。どうですかね、同じように結局、まあ、ドイツは10番のマテウスが年齢的なものもありますけど経験でカバーしようとして、まあ、リベロに戻ってる、はい、そしてやはり守備の中心バレージ、イタリアのチームはやはり守備ですよね、はい、そんな中でバレージが年齢的な衰えがあるのか、ちょっと最近、体にキレがないとかですね。あー、まっすぐ出した、
のシュート。今は細かいステップからかわしてすぐのシュートでした、ユルゲン・クリンスマン。今のスルーしましたね、誰がスルーしたのか。そうでした ねメラーあたりじゃないですか ですかね。しかし金田さん、今かわしてからの実にいいタイミングのシュートですね。そうですね、ちょっとアウトサイドにかかりましたけどタイミングはバッチリでした ね。やはり今のような応対の仕方、今のは、はい、あのクリンスマンのスピードが勝ってたということなんですけど、あの辺のバレージの応対ですね、はい、というところで非常に今年のワールドカップ注目されますね。あ、なるほどね。コンディションは戻ったみたいですけどね、昨年1年間でその前の年が良くなかったんですよね。そうですね、フランコバレージはね、代表も一回辞退しますよね。そうですね、大きく右サイドへ展開しましたが向こう側のタッチを割りました。ドイツ対イタリア、前半10分を経過しています。両チームまだ得点がありません。前半20分を経過しています、ドイツ対イタリア。先週はメキシコ対コロンビアのゲームをご覧いただきましたが、ここで、このダイナミックサッカーをご覧の皆様に一言お詫びを申し上げなければならないんですが、先週コロンビア代表にアスピリージャという選手が出場しまして、私どもはパルマのアスピリージャと申し上げたんですが、実は別人でして、ミゲル・アスピリージャというコロンビアのチームでプレーしている選手でした。訂正してお詫びいたします。どうも失礼いたしました。一旦後ろに戻します、シュート、わずかに左へ切れました。まあ、金田さん、確かにあのアスピリージャがですね、はい、見ててスピードが全然違うんで、はい、まるで別人みたいだなという話を、ね、してたんですけどもね、調子が悪いのかなと思ってたんですよ、そしたら本当の別人だったそうでしたね。いや本当にこれからそういうことのないように気をつけますので、しし、誠に申し訳ありませんでした。さあドイツ対イタリア、前半も20分を経過しまして、両チームともまだ依然として得点がありませんが、イタリアがドイツで戦っているんですが、なかなかこう前半はイタリアらしいですね、中盤でのゾーンプレスも効いていますし、そうですね、特にあのバックパス、はい、下げたボールに対しての守備の組織の作り方っていうのは非常に早いですね。ただあのラインが少しこう破られているようなところもですね、ディフェンスラインの最後尾ですね、はい、それはちょっと感じるんですが、どうですか。そうですね、あの一歩のパスで行かれていると、だからショートパスを中盤でつなぐ部分についての守備の応対は非常にうまいですけどね、はい、時たまロングパスでこういうふうなサイドチェンジをされて、それはダイレクトでっていう場合にはあの崩されるパターンもありますけどね、はい、あこの辺り重い、ベナリーホが上がります、中を見ている、ワンツーか、あこれはマークしていましたのが4番のコーラーです。今ボールをキープしていますコーラー。金田さん、はい、現在世界最高のストッパーって言われてますけどね、世界の壁って言われてますよ ね。強いですね、強いですね、コーラーはね。1対1の応対もそうですけど、あのフィジカル面もそうですね、そしてヘディングもそうですね、全てにおいて強いですね彼は。あブレーメのうまいトラップです。先ほどそのドイツの年齢の話が出ましたけども、ブレーメも前回大会のメンバーの一人ですよ。あーっとチャンスになりましたイタリア、ラストパス送るか、マテウスの足に当たりました。今マテウスちょっとミスしましたね、一番あの最初に申し上げたんですけど、前半の最初と一緒でね、あのついついボールを待ってしまうんですね。あの特にディフェンスの時はね、相手フォワードはもう一か八かでスピード上げてきますんで、はい、中盤での同じような感覚のプレーとは違うわけですね。あなるほどね、中盤ではああいうあのスピードを上げたディフェンスってできないですね、逆に数的優位作られますんで、はいはい、その辺が結構今日2本目ですね、これでね。そうですね、2本目です。スルーパスコット、いいパスだ、ラスパスキーパーシーだ、飛び込みました、カリューカ、ゴールキーパー27歳サンプドリアのジャンルカ・パリューカ、188cm 84kg、このシーンですが、これがもう最高のパスですね、クリンスマンへの右足のアウトで、いいパスでした、ぴったりでしたね。あクリンスマンが中で詰めてたんですね、今のはエッフェンベルクへのパスですね。ただ金田さん、その前にですね、バレージが一人だけライン上げてて、はい、後の二人上がってなかったですね。そうでしたね、
ただ上げようにも今のラインの作り方では多分間に合わないと思います。ということはそれぐらいパスのタイミングが良かったということですね。そういうことですか。バレージの判断がということではなくて、じゃないです。ああそうですか。しかし今のは綺麗だったですね。そうですね、キーパーへのバックパスになりました。クリアはちょっと小さい、ボールが浮いています。メラーです。注目のアンドレアス・メラー、ユベントスでプレーをしています。頭木から左へ叩いてギノバッジオ、ギノバッジオが中を見る、かわして持ち込んでシュート、3人に囲まれました。今はドイツのディフェンスが3人シュートコースを消しに行きました。これはヘスラーのファール、3番のマルディーニに対するファールです。しかしあのヘスラーのスライディングも先ほどから2本連続なんですけどね、はい、これは体を入れて相手の足を防ぎながらのスライディングなんですよね、はい、さっきもボールコースと相手の足の間に体を入れて防ぐと、はい、同じタイミングで2種類のスライディング持ってますよね。非常に面白いなと思いますね。この辺ふわっと浮かしたヘディングでのクリアはゴールラインを割りました。シュトルンツです。このシュトルンツとそれからアンドレアス・ブレーメが 3-5-2 の、まあ、左サイドのハーフということになるわけですよね。はい、そしてコーラーとブッフ・バルトがストッパーで、マテウスがリベロという体制を取っているドイツです。シュトルンツは25歳、今回が9回目の代表。速いボール。ただどうなんですかね、はい、3-5-2 それから5-3-2 も基本的には一緒だと思うんですけどね、ドイツがこの前半から敷いている 3-5-2 っていうのは、はい、ほとんどですね7番のメラーと9番のクリンスマンが2トップを形成するのかなと思ってたんですけど、7番のメラーほとんど中盤に下がってますね。ワントップですか？ということはワントップじゃないですかね。試験的になんかこうフォックス監督がこの試合に関してはクリンスマンのワントップで行ってみようよっていうことがもしかしたら事前にあったかもしれませんね。あ、そうですか。それぐらいクリンスマン一人で前線に張ってますんでね。まあ、クリンスマンと言いますとやはり、まあ、不調がねちょっと続きまして、特に代表チームであまりいい活躍ができなかったんですが、はい、もう今日がまあどういうようなプレーをするかというのはクリンスマンのプレーぶりもこれ楽しみですけどね。楽しみですね。中へ返した、ヘディングでのクリアです。これはオフサイドでしょう。いや、オフサイドですね。それから金田さん、もう一人、まあ、ドイツの場合にはリードレというね、はい、いいプレイヤーがいるんですが、そうですね、このリードレもまあ、怪我などもありまして不調ということで、ドイツはこの今のがオフサイドのシーン、これはもう完全に残ってます。はい、ヘディングした後のディフェンスの押し上げ、非常に早いですね。やはりそのあたりのドイツのですね、点を取るところの、まあ、選手がどうなのかというのがね、はい、ストライカーという部分ですね。ストライカーという部分がね、まあ、当然期待されているのはやはり今日のトップを張っている9番のクリンスマンだと思いますけどね。かなりイタリアで、ね、はい、調子出せなかったですよ ね。インテルでの3年間が、まあ、本人にとりましてはかなり苦しいシーズンだったということを話していたのを、まあ、雑誌で読んだことがあるんですけども、この人がベルティ・フォクツ、往年の名プレーヤー、1974年の優勝メンバーで、その時決勝で、まあ、ヨハン・クライフをほぼ完璧に抑え切ったということでね、パーフェクトでした ね。あの時のフォクツはゲルマン魂を見せてくれたと言って、まあ評判になったプレイヤーだったんですけどね。いや、僕はまた最近見ましたけどね、意外にフォクツがディフェンス一本やらじゃなくて攻撃に相当参加してたんですね。あ、改めて思いました。そうですか。すごいですよ、ゲームメイクの何から。あ、そうですか。高く上げました。あ、しかしボールはまだ出ていない、ボールは出ていない。ヘスラー中を見ている、ラストパス、ヘディングシュート、クリンスマンのヘディング。いやー、今金田さん、はい、ボールはやはり最後まで追わなきゃいけないですね。出てなかったですね。そうですね、出てないですね。しかもクリンスマン頭一つ抜けてますよ。強烈なヘディングシュートですけどね、イタリアのキーパーのパリウカがよく防ぎましたね。左からのコーナーキック、高いボールです。だいぶ立ち上がりとは違いまして、ドイツが押してまいりました。このボールも拾います。左のオープンスペースへ、ブレーメがサイドチェンジしようとしましたが短かった。
キーパーへ落ち着いてバックパスです。立ち上がりはイタリア良かったんですけども、この時間帯はドイツがかなり強いですね。かなりパスが通るようになってますね、はい、イタリアの動きどうですか、全体的な選手の動きなんですよね。動きは悪くないと思うんですけど、はい、中盤から前線へのパスの時に出す方と受ける方のタイミングが全く合ってないですね、はい、というのは10番のマンチーニと頭木の受けるタイミングと出す方ですね、7番のドナルドーニっていうのがちょっとタイミング合わないかなという感じがしますね。左のスペースに出しました。7番のメラ、足を挟まれた形になりました。7番のメラーと、そして今倒したのが誰でしょうか。あ、5番のコスタクルタ。コスタクルタ選手もバレージと組んでここ 2,3 年間で急速に力をつけてきた選手と言われています。チャンスですね。チャンスですね。ブレーメンの左足ですからね。得意の左、低いボール、ヘディングでのクリアです。ザマーが拾ってまた左へ、カーブをかけますがこれもダメ、後ろにこぼれている、シュート、ディフェンスに当たりました。ヘスラー待ち構えていました。前半も間もなく34分になります。ドイツ対イタリア、インターナショナルフレンドリーマッチ、依然として両チームともまだ得点がありません。ドイツがボールを持っているところ、まだ0対0です。残り時間もあと手元の時計で10分少々となりました。ドイツ対イタリア、2番のベナリーボ、ベナリーボから後ろに戻しまして4番のディノバッジオです。これカットしました。左へオープンスペース、タッチライン沿いです。エッフェンベルク、軽くかわしてマスマスシュート、いや強烈ですね。今しかしマークに行ったのベナリーボですかね、エフェンブルクを簡単に外されてしまいましたね。そうですね、股の下を抜かれましたけどね、いいタイミングで。チャンスです、ドイツ。ヘディングシュートはまた左からのコーナーキック。この辺りイタリアはもう完全に守勢一方という感じになっています。オフサイドはない、ヘディング止まった、シュート、いやー浮かしてしまいました。ザマオフサイドじゃないんですよね、今のは。主審が手を上げ、ホイッスルの形もなかった。ここですね。そうですね、選手も上がってないですね。これは決めなきゃいかんですよね。抑えようとしてたんだと思いますけどね。これコーラのヘディングですけど、これがバーに当たって跳ね返るところをザマーだと思いますけど、そうですね、ちょっとここでね、軸足がね、ボールに寄りすぎるんですよ。その分ね、ボールの下しか叩けなかったかなという感じがしますね。今見てましたらね、向こう側で誰でしょうね、関係者の人ですかね、顔を覆ってましたね、外した瞬間に、ね、これが本体化になりますと全員覆いますよねしかし今金田さん、これは決定的ですね、これね。うまいワンツーは通りません。ドナドニが行きます。ブレーメが大きくクロスをロビングを上げていきました。マルディーニからバックパス。ただうまくドイツがいい守備からボールを奪って、イタリアの、まあ、ゾーンプレスとオフサイドトラップを破ってますね、はい、おっと今のはこれファールを取られたんだと思いますけど ね、はい、ザマー自体のプレーは僕はファールじゃないと思いますけど。マティアス・ザマーは26歳、ボルシア・ドルトムントでプレーをしています。いい選手ですね。そうですね、はい、運動量が非常に多いですね、前半から。確かザマー選手はもともとは旧東ドイツのプレーヤーだと思いました。ドルトムントではリベロでプレーをすることもあるんだそうですね。はあ、そうですか。いや前半から右サイドに位置しながら、はい、クロスで左サイドのスペースへ走り込むプレーが何本も出てますけどね、はい、非常にいい動きを見せています。11番のマティアス・ザマー。ドイツは今回のワールドカップ94年のアメリカ大会で11回連続13回目、一方のイタリアは9大会連続の13回目、
ともに13回出場を果たしています両チーム。優勝は両チームともにワールドカップ過去3回。ヘディングで後ろの方にボールがこぼれていきまして、ここでホイッスルです。この人が柏木、そしてベルティフォックス監督。金田さん、柏木といいますと、はい、ラツィオでですね、はい、チームの中でレギュラーを獲得できないというね、ないですよね。それでいて代表チームでレギュラーという、まあ、面白いですね。面白いといえば面白いですけどね。チームなんかどうなんですかね、メンバー自体、周りのメンバーのこともありますしね、はい、監督の好みで選ばれた選手というふうな取られ方してもしょうがないわけでね。そうですね。立ち上がりまして大きい声を出しています、イタリアのアリゴ・サッキ監督。91年11月に代表チームの監督に就任しました。7番のドナドにふわっと浮かせていきます。しかしノーステップですけども、金田さん、本当にボールを長い距離、はい、サイドチェンジなんかノーステップでポーンと飛ばしますよね。やはりね、筋力っていうんですか、その辺ね、素晴らしいですね。シュート、マテウスのシュートでしょう。得意な形ですよね。33歳になりましたベテランのローター・マテウス、チームのキャプテンです。バレージがディフェンスに行きました。際どいですね。ギリギリですね。惜しいシュートでした。マテウス、マテウスはバイエルンでももうあれじゃないですかね、5点ぐらい取ってるんじゃないですか、いった形のロングシュートは。あ、そうですか、はい、マテウスは確かに今金田さんおっしゃったように、ああいう形で持ってってのロングミドルのシュートね、一番90年の大会でもね、何本か形作ってましたね。それからこれ記憶が間違ってたら恐縮なんですが、86年の大会でモロッコとやった時の勝った時、確か同じような形でマテウスがゴール決めたんではないかというふうにちょっと記憶しているんですが、いやーすごい大歓声です。シュトゥットガート、ゴットリーブ・ダイムラースタジアム、5万2800人の観衆がこのスタジアムに詰めかけています。ここは前までネッカースタジアムと言っていました、シュトゥットガルトのネッカースタジアム。93年の世界陸上の時にダイムラー社がスタジアムの屋根の建設費用を負担したことによって、まあ、名前がゴットリーブ・ダイムラースタジアムと変わったというふうに聞いています。7番のドナドニ、ドナドニ来ました、上がりました、コーラが行く、シュート、ディフェンスに当たりました。強烈ですね。これを見てますと、やはり金田さん、ドナドニが完全にゲームメイクしてるみたいですね。そうですね、中心になってますね、やはりスピードもテクニックもありますからね、はい、ちょっと運動量落ちたとはいえ、やはりゲームメイク十分できるだけの能力ですね、ドナドニは。ドイツの方全体的に僕はいいと思うんですけどね、はい、右サイドに位置しているヘスラーですね、はい、8番のヘスラー、彼があんまりこうチームメイトと合ってないような気がしますね。そうですか。今ボールを追いに行った選手ですけどね、はい、コートの後にベナリーボが上がってくる、中入れた、後ろに戻す、飛び込んでいく、飛び込んでいった柏木が、マンチーニですね、マンチーニがオフサイドです。ここから裏を取って出てくるんで、どうですかね、今のは足が速い分オフサイドに見えたのかオフサイドだったのか分かりませんけどね。ギリギリですね、今のはね、向こうに一人いましたもんね。そうですね、ドイツの選手ね、際どいところでした。時折見せるイタリアのカウンターアタック、スルーパス、ブッフバルトです。ブッフバルトがいいディフェンスを見せました。手前側のタッチ、いいですね、今のスルーパスは抜けているとやや決定的な形というね、もう決定的な形ですよね、はい、ただブッフバルトが自分の背後を走っている相手選手がどこに走っていくのかというのは事前に見ているわけですね、それによってパスカットができるわけですね。8番のアルベルティーニに対しまして7番のメラーのファールです。26歳のユベントスに所属しているアンドレアス・メラー、まあ、天才肌と言われていまして、昔は調子にムラがあったんですが、93年昨シーズン成長著しく本当に安定してきたと言われています。
番組の冒頭でも金田さんからお話がありましたが、このメラーがドイツの命運を握っていると言ったらちょっと大げさですか。いや、それぐらいの選手だと思いますね、今の存在でいうと、はい。一方のイタリアはロベルト・バッジョですよね。そうですね。高く上がりました、ヘディングです。どうやらコーナーキック、マルディーニのヘディング、シュトルンツがマークに行っていました。イタリアのコーナーキックです。イタリアは左からのコーナーキックはこれが最初だと思います。ゼッケン7番のドナドニ、画面の右上が時間の経過を表しています。ショートコーナー、ショートコーナーですね。中を見ている、ふわっと浮かした、ヘディングシュート、決まりました、イタリア先制点。最後決めたのはディノ・バッジオです。ヘディングシュート1対0、イタリアが先行。いや、今のはすごいシュートですね、ヘディングシュート。もう一度ご覧いただきましょう。ショートコーナーでね、なかなかポジションつきにくいとは思うんですけどね、マークしにくいと思うんですけど、ここで4番のディノ・バッジョが走り込んでシュートしてるわけですけど、はい、面白いヘディングですよね。これ本来右足でジャンプして体を右足に右にひねるんだったら分かるんですけどね、はい、左足でコースへヘディングするのは非常に難しいと思いますね。そうですか。上半身がよっぽど強いということですね。今はついてたのが2番のシュトルンツがマークに行ってたようですね。そうですね、そのシュトルンツの裏を抜かれてしまいました。今しかしタイミングも非常にドナドニとですね、ディノ・バッジオのタイミングも実によく合ってましたですね、いいゴールだったですね。いいゴールでしたね。しかし押してたドイツが1点を奪われてしまいまして、前半もほとんど残り時間がない。いいパスが通りました、ザマーかわした、ラストパス、ヘディングシュート、決まりました、1対1、クリンスマンの同点ゴール。これはすごいですね。これあっという間の同点劇。前半はもう残り時間がほとんどありません。このパスが見事でした。メラーからですね。メラーですか、ここでザマーがよくこれ折り返しましたね。 そうですね。そしてクリンスマンがなんか相手の肩に手をかけるようにね、うまく乗ってるっていう表現がぴったりだと思うんですけどね、相手の肩に乗りながら体をひねってますね。見事ですね。お見事です ね。今こう3ついいパスがポンポンポンと決まったというね、そんな感じがいたします。1対1の同点。しかしこれは嫌な取られ方をしただけに、ドイツとしては本当にあっという間に返していい返し方ですよね。そうですね。ここでどうやら前半が終了しました。前半は1対1ということで、金田さん、はい、なかなか両方ともいい点の取り方、綺麗な点ですね。そうですね。得点自体も素晴らしいですけど、ゲーム内容がやっぱりね、中盤での争いっていうのはものすごい激しいですよ。スピードあります。一言だけどうですか、ドイツは。ドイツいいんじゃないですか。守備から攻撃への切り替えも非常に早いと思います。そうですか、これは後半が楽しみになってまいりましたが、蹴る、走る、飛ぶ、戦う、そして最後には祈る。勝利こそ喜びだ。アディダス by エサント。ドイツ対イタリアのインターナショナルフレンドリーマッチ、後半が始まります。イタリアメンバーが変わりまして、アルベルティーニに代わってエバーニが入りました。サンプドリアのエバーニ、昨年まで AC ミランにいましたエバーニがアルベルティーニに代わって入りました。15番をつけています。それから10番のマンチーニに代わりまして、18番のジャンフランコ・ゾラも入っています。10番のマンチーニに代わりましてジャンフランコ・ゾラも入っています。金田さん、はい、ゾラと言いますと、そうですね、この番組でも、ね、紹介しましたけども、はい、非常に、まあ、テクニックのある ね、 ありますね、小柄ですがいい選手ですね。中へのスルーパス、
今みたいなところも本当にもう点と点の勝負で ね、 そうですね、ちょっとのミスでもう相手のすぐチャンスになってしまうというね、それぐらいパスが精度が高いですよ ね、 そうですね、ギリギリのところですからね、ギリギリのところを狙ってきます。今映っていましたのがエバーニ、エンドが変わりまして左から右に攻めますドイツ、右から左に攻めますアズーリ、青のユニフォームがイタリア。さあ金田さん、はい、前半をご覧になって、まあ、先ほどドイツの話はちょっと伺いましたが、イタリアはどうだったですか。まあ、前半でも申し上げたんですけど、やはり中盤でボールをキープしながら、前線の2トップの2人にいいタイミングでボールが渡らないということで、守備組織まで崩されているなという感じがしますね。はい、オーバーラップしてきました、メナリーボ、ラストパス、ヘディングでのクリア。そのあたりはやはりロベルト・バッジオがいるいないというのがありますね。いや、ね、ありますよね。あそこで一つ種ができるとかですね、相手を引きつけて味方を有効に使えるとかっていうプレーが出てきますとね、はい、オーバーラップもどんどん出てくるんでしょうけど、これチャンスですね。チャンスになりました。ストロンズです。前にいるクリスマン、左に打った、メラのシュート、ポストに当たる、シュートを当たった、ドイツ2対1逆転。クリンスマンですか。クリンスマン2対1。今のはカウンターアタックから素晴らしいゴールでした。ですね、サイドチェンジのパス、これはメラーからですかね。あ、メラーが打ったんですね、左 で、 ね、で跳ね返ったところをクリスマンがよく詰めてましたね。これ難しいですよ、ね、ここね、ストルンツがドリブルで上がって溜めておいて、ここでワントラップでメラーがシュート打ってますね。そうですね、いや、これは金田さん、鮮やかな、また綺麗な点ですね。綺麗な点ですね。やはりトップクラスの試合でも前半の残り時間ほとんど5分ないところで2点入ってますね、はい、で後半の立ち上がりほとんど 1,2 分でまた1点入ってる、はい、トップクラスでもやはり間の時間帯っていうのはあるんですよ ね、 あるんですね。それを考えますとドイツはですね、イタリアに1点入れられたのは確か手元の時計で44分過ぎてましたよね。ほとんどロスタイムでしたよ ね、 でしたよね。その後に点を奪い返したというのはこれ大きいですね。大きいですね。そのまま行ったらまた、ね、流れ違いますからね。立ち上がって指示を出しますベルチー・フォクツ、ドイツ監督。マルディーニ、この位置にシニョリカ、このプレッシャーが相当早いですね。ファールにはなりましたけどね、はい、ヘスラーのファールだと思いますけど、非常にプレッシャー早いですね。ここですね、すでにここで3人で取り囲んでますからね、はい。逆の言い方しますと、金田さん、パスを出すところがなかったということなんでしょうかね。サポートに来るべきスペースをドイツの人らにやっぱり選手に消されたということじゃないですかね。もうどっちがスペースを取るかですからね、中盤は。おっと、中へ蹴り込んだが、ホイッスルはありません。今度は逆にドイツのコーラーが倒されました。倒したのはこの人、ドナドニ。再三名前が出ていますイタリアのロベルト・バッキオはウェハーカップの対カリアリ戦で古傷の右の膝を痛めまして、どうやら半月板損傷の疑いがありまして、この試合は休んでいます。半月板損傷ということになりますと、今コーラーが倒されたシーンですが、金田さん、少し時間がかかるかもしれませんね、はい、まあ、いくらスポーツ医学が進んだとは言いましてもね、はい、やはり時間かかると思いますよ。リハビリの時間もありますからね。本番までもう3ヶ月切ってるわけですから、ね、ちょっと心配ですね。心配ですね。4番のユルゲン・コーラー、世界最高のストッパーと言われていますこのユルゲン・コーラーは現在28歳、ユベントスに所属しています。昔はドイツの選手がイタリアでプレーをするというのはそれほど数は多くなかったんですが、もう最近はセリエ A でプレーするドイツ選手はかなり数多く増えています。逆に面白いもんで、あっとイタリア一旦後ろに戻します。イタリアのプレーヤーがドイツでプレーをしているというのはほとんど聞かないんですよね。そうですね、そうなんですよ、言われればそうですよね、まあ、もちろんセリエ A の方が給料いいですからね。
3番のブレーメ代表に復帰してまいりました。90年のワールドカップ優勝メンバーが7人残っています。ドイツ、細かいパスをつなぐ、向こう側のタッチです。イルグナー、マテウス、コーラー、ブッフバルト、ヘスラーもいました。それからブレーメ、クリンスマン、こういったところが90年のワールドカップの優勝メンバーです。一方のイタリアは90年の大会は自国の開催でしたが、結局アルゼンチンに準決勝で敗れまして、3位決定戦でイングランドを破って第3位になりました。デラリーボがボールを入れます。ドナドニ、パスが出せません。金田さん、はい、イタリアというチームはリードすると非常にうまいというかいやらしいというサッカーを見せますが、はい、リードされた時のイタリアというのはあまりこう印象が私ないんですけども、金田さんどうですか。そんなにはですね、残り時間がよっぽどあと20分切ったとかですね、そういうふうにならない限りはバレージが例えば上がってゲームメーカーでゲームメイクまでするっていうのはないですね。普段通りの戦い方で十分点が取れるんだという意識じゃないですかね。はい、ヘスラー、スルーパスはダメ。1点差だったら同じサッカーですよ。2点になったら変わります。ああそうですか。右サイドです。ドナドニがだいぶボールに絡んでいます。シニオリか、グランダ、一旦後ろに戻す、そして左へ展開します。いい展開ですね。そうですね、マルディーニ、あーっと今は金田さん股間を抜こうとしたパスなんですかね。狙ってましたね。3番のパオロ・マルディーニ、世界最高の左サイドバックと言われています。現在はこれは一般的には世界最高の左サイドバックがマルディーニ、そして右サイドバックはバイエルン・ミュンヘンのジョルジーニョというようなことが言われています。大体イタリアっていうのは左のフルバック、おっと選手に当たったみたいですね。今シュートを放ったのが18番のゾラです。ゴールキックですか。ゴールキックですね。まあ、先ほどの話なんですけど、イタリアの最高のフルバック、世界最高といえば昔からファケッティとかですね、いろいろいましたよね。いましたね。僕らあの辺の年代しか知らないですけど、ね、確かに昔からそのカテナチオの時代からイタリアの守備は、ね、もう定評がありましたけど ね。左サイドのオープンスペース、一旦後ろへ出して中央へダイレクトで送る。いや今のもすごいパスですよ。今度はカウンターアタック、得意のイタリア、右へ出た、マテウスがこれはいいディフェンスを見せました。まもなく後半も13分になろうというところ、大きくサイドチェンジです。ドイツ対イタリア、インターナショナルフレンドリーマッチ、2-1、ドイツがリードしています。後半の15分です。解説はレギュラー解説になってもらいました元日本代表の金田信俊さんです。ドイツはこの試合が94年の最初のテストゲーム、一方のイタリアは2月16日にフランスと対戦していまして、これがまあ2試合目ということになるんですが、そのフランス戦も1対0で敗れましたイタリアです。フランコ・バレージ、今日バレージはどうですか。守備におけるあの組織作りっていうのは、はい、僕はやっぱり変わらずうまいなと思いますよ。はい、中へ返した、ヘディングシュート、おー、いやー強烈でしたね。今の柱ですか、変わったあれじゃないですかね、エバーニじゃないですか、ね、エバーニですか。シトルンツが足引っ掛けようとしましたが、あー惜しいですね。惜しいですね。この試合が50回目の代表になります。マルディーニ、カジラギですね、カジラギですね、ヘディングシュート、この人はヘディング強い選手です。
ペールルイジ柏木182センチ78キロ。ボールがつながりました。2人に囲まれる。ヘスラーがどうも孤立してますよね。そうですか。前半から合ってませんね。もともと体小さくて非常にうまい選手ですけどね、はい、サポートをもう少し早くしてあげないと負担がかかりすぎますよね。だから右サイドからいい攻めが前半でも1本しかありませんでしたんでね。なるほど。やはりヘスラーっていうのはね、体小さいですけどやはり能力が高い選手でね。ディノバッジョのシュート、今日1点を先制点を入れています。ディノバッジョ今倒れましたが、ディノバッジョは昨年の12月リーグ戦で右膝を負傷しまして、その右膝の負傷でだいぶ時間が長引いていました。22歳、ユベントスに所属しています。ディノバッジョ、アリゴサッキ監督が出てきまして、17番のマッサーロですね。マッサーロですね。8年ぶりに代表に復帰しましたダニエル・マッサーロ。いい選手ですよね。金田さんもこの番組にマッサーロが出るときによくおっしゃるんですけども、こうイブシギンと言いますかね、渋いですよね。非常に冷静ですよね、彼は。いつも周りの状況をよく見て的確なプレーをしていますよね。AC ミランでも好調です。前はスーパーサブ的な役割といいますか、プレーをしていたその17番のマッサーロなんですが、最近はもうレギュラーの座も取ろうかというぐらいでね。そうですね。ファンバステンがいない分マッサーロが大活躍をしている AC ミラン。そしてこちらがベルトルトです。86年のワールドカップ、90年の代表でもありましたトマス・ベルトルト。懐かしい顔がどんどん出てきますが、現在はシュツットガルトでプレーをしています。地元でプレーをしていますベルトルトが今ウォームアップを始めました。ちょっと中盤あたりのドイツのプレッシャーが弱まったなという感じがしますね、はい、それによってイタリアがかなりそのパスがつなげるようになってきたかなという感じしますけどね、はい、前に出すがポジションはない。メラーが倒されていました。デナリーボです。このデナリーボもよく上がりますね。そうですね。中へ入れる、いいボールが飛んだ、追い返せるか、キーパーじゃん、ゴール前に出せる。マッサーロですか。マッサーロですね。さすがですね。キーパー弾いて、これも詰めてればもう間違いなく1点もの。ただよくイーグルが弾きましたね。そうでしたね、今ね。金田さんおっしゃったようにボール中盤比較的イタリアがプレッシャーがなく、これは倒されたのがエッフェンブルクか。6番のフランコ・バレージにイエローカード、怒りましたエッフェンブルク。もう金田さんボール見てませんね。ボール見てないですね。ボール見てないですね、全然。これはもうイエローカードしょうがないでしょう。話の続きになりますが、だいぶその中盤でイタリアの選手が比較的楽にボールを、ね、持てるような感じになりましたね。前を向けるようになりましたね。マルディーニからゾラ。今のパスは、ね、前半通ってませんでしたからね。そうですね。このスルーパスはダメです。ゴールラインを割りました。過去の対戦成績はドイツの23戦5勝7引き分け11敗。しかしここ20年間で見てみますと、ドイツの9戦3勝4引き分け2敗。トーマス・ベルトルト、そしてこの左側ライナー・ボンホフコーチですね。ボンホフですか、懐かしいですね。74年の決勝のアシストのボンホフですね。ベルチ・フォックスと同じくボルシア・メーヘングランドバッハでプレーをしていました。後ろから行ったボール、ボールはドイツのボールです。メラ中を見る、逆サイドに展開、いいボールです。ふわっと浮かした、ヘディングシュート、鮮やか。飛び込んでったのは出したメラですね。
自分で逆サイドへ振っていって飛び込んでいってのシュート。今金田さん、はい、メラーのパスもですね、はい、カーブがかかった速いボールで相手のそのパスを受ける選手の足元にサッといってね。そうですね、インターセプトできないパスですよね。だから横パスに対しては相当きついパスじゃないとこれぐらいのレベルになりますと通りませんから。あ、なるほど、倒されましたドラドーニ。このシーン、これメラーはねヘディング強いんですよ。あ、そうですか、あー、キーパーのパリューカの腰のあたりに当たりました。クリンスマンも詰めてましたけどね。これも、まあ、もちろん逆サイドに行ってれば決定的な形でしたが、16番のジョバンニ・ストロッパが入ります。変わったのはディノ・バッジオと変わっています。先ほど少し痛めていた右膝を打ったようですので、ディノ・バッジオに代わりましてジョバンニ・ストロッパが入りました。そして14番のトマス・ベルトルトがどうやら入るようです。マッサーロがボールに絡んでいきました。ベルトルトが、4番のユルゲン・コーラーに代わりましてベルトルトです。コーラーも先ほど打撲しますからね、そうですね。金田さん、こういう大事な、まあ、本番が後に控えている時のこういうテストゲームの場合ですね、はい、難しいと思うんですが、手の内は見せられない、はい、全力でもできない、しかし負けるのも嫌だ、ね、そうですね、この両チームの戦い負けるのも嫌でしょうからね、手の内見せないっていうほどの数じゃないと思いますよね、まあ、もちろん情報はね、もう使ってますからね、はい、隠しようがないですから、ベルトルトが入りました。ベルトルトも3年ぶりの代表の復帰です。大きな歓声は地元シュツットガルトでプレーをしていますベルトルト。2対1とドイツがイタリアを1点リードしています。中盤でのヘディングでの競り合い、まもなく後半も30分になるところ、中央へ、この位置に15番のエバーニ、エバーニから左へ出ます。マルディーニ、マルディーニからグランダーのパス、縦へフィードしましたがダメです。2対1とドイツが1点リード。時間があと15分です。後半も34分、残り11分です。イタリアがだいぶ中盤でボールを支配するようになりました。またふわっと浮かせます。スルーパスを通そうとしましたがクリア。さあ、ここから上がっていきます。ハーフウェイラインを越えました。エフェンベルグ、スルーパス、右のゴール、クリンスマン、マークに行くバレージ、高いボール、ヘディングでのクリア。ボールは向こう側のタッチラインを出ました。やっぱあのパスもね、もうシュートですよね。なるほどね。一発も50センチぐらいのズレ、もう本当にそれぐらいのズレだと思うんですけどね、あのパスが的確にクリンスマンの右足のインサイドで止められたらワントラップシュートですよね。そうですよね。もうディフェンスどうしようもないですもんね。そうですね。今のはカウンターアタックはまたエフェンベルクから右サイドへ出たわけですよね。そうです。それを作ったのが左サイドに動いたメラーの動きが光りましたけどね。あ、なるほど。イタリアもだいぶどうなんでしょうかね、前線前線とこう気持ちの方がいってて、ディフェンスが少し薄くなってるという部分があるんですか、どうでしょうかね。というよりもやはりあのドイツの方が長い距離を走った選手を有効に使ってますよね。それとサイドチェンジが非常に頻繁だなという感じしますね。サイドチェンジがね、はい、はい、結局あのサイドでね、はい、時間をかけたくないんですね、ドイツは。すぐ囲まれますから、はい、ボールを奪い返す、左へ出す、ブレード落とした、シュート、ディフェンスに当たりましたコーナーキック。9番のクリンスマン、不調ということは聞いていたんですけども、調子いいですね、はい、今日のクリンスマンはエースモナコ、フランスリーグのモナコでプレーをしていますユルゲン・クリンスマン。運動量はねこれ半端ないと思いますよ、あの2点取ってますけど、それ以外にフォワードとしての守備の運動量、これはすごいですね。グリーンスマン、この人は本当によく動きます。速いゴール、
頭抱えてます。ブッフバルト。ブッフバルトですか。この人が日本に来て今のようなシーンが増えるでしょう。いやうわ高いですね。これは今のはこう地面へ叩き落とすのはちょっと難しいですか。そうですね、ちょっとボールが離れてましたけどね。そうですか。今ノーマークだったですね。そうですね、競りようがなかったですね。競りようがなかった、なるほど。今度はイタリア、ディフェンスに行っていました。切り替えます。そして左へゆっくりと前を見て大きく右サイドへ。今も長いパスを逆サイドに大きくクロスで送りました。ドイツです。2番のシュトルンツ。ヘスラー、シュトルンツ、そしてヘスラーです。いやこれは失礼しました、ヘスラーではありませんで11番のザマーです。マティアス・ザマー、今日は2点目、非常にいいセンタリングを行いましたマテアス・ザマー。ヘディングを落とす、まだ倒れちゃってる。ファールではないかというアピール、メダルですね。今日のレフェリーはスコットランドのマックルスキーさん。今のは金野さんどうですか、どうご覧になりますか。いやファールじゃないと思いますよ、きっちり体ポジション入れて守ってましたんでね。しかし今のもヘディングでの競りがちょっとなかったんですけども、いいところへ落としましてね。そうですね、あ、いいボールだ。この辺り見てますとドイツのそのあ、ここは今のシーンです。強いですよね、メラはコスタクルタが手を使ったというふうなアピールをこの後してましたけどね、はい、非常に強いですよね。そうですね、今もそれからトラップはもう少し完全にコントロールできてはいなかったわけですね。そうですね。また低くて危ういゴール、ヘディングでのクリア、まだチャンスです。イタリア、また低いゴール、ヘディングのシュート、空振り、取ります、ゴール前、ランシングようやくクリア。すごいいやイタリアのゴール前での今3回シュートになりました。すごいですね。今度はドイツ、スルーパス、クリンスマンが行くが、これはカバーに行っていました。いやドイツの守備もすごかったですけど、イタリアの攻撃もすごかったですね。今のはですね、今のはね、今のヘディング強烈ですよね。そうですね、誰のヘディングでしょうか。帰りながらですからね、確か一発目のヘディングは。このシーンですね。あ、マルディーニですね。マルディーニのヘディングシュート、もうほとんど正面だったから助かったようなもんですけど、でこの後の守備がすごいですね。あそこ今足入ってたんですね。そうですね、ああいうところ金田さん、ああいう形のとこ、はい、時にですねスライディングに行くっていうのは選手としてどうなんですか。やっぱりかなり勇気がいるんですか。いや近い場合は、ね、行けるんですよ。あ、そうなんですか。ところがちょっと離れた状態でシュートを打つ格好された時に絵のスライディングが怖いですよね。またチャンス、タリア中へ返します、ヘディングで後ろに壊れるシュート、まだゴール前、2人重なっている、大きくクリア、イタリアの猛攻です。今度はドイツ、クリンツマン中を見ている、ようやく味方が上がってきたが通りません。今のは一山越えていればというところ、少しこう中盤がなくなっている、ね、特にゴール前の攻防が非常に激しくなりました ね、面白いですよね。ドナドニです。久しぶりに出てきましたドナドニ。この人は右足倒されました、ホイッスルない、オーバーラップする、また激しくスライディングに行きました11番のザマーです。残り時間があと3分少々というところ、シニオリ、昨シーズンの得点王、一旦後ろに戻します。コスタクルタ、ベナリーボ、
ベラリーボからグランダ後ろへ戻す、中を見ています、左サイドへマルディーニ、ワンツー、折り返せるか、ちょっと長すぎた。今のもディフェンスは、今のワンツーリターンを完全に読んでいました。ゴールキーパードイツはボド・イルクナー、26歳、190センチ92キロ。まあ、ドイツの場合はイルクナーとそれからケプケ、この2人が正ゴールキーパー争いを繰り広げています。ドイツも金田さん、はい、ゴールキーパーは、まあ、毎回ワールドカップにいいゴールキーパー出てきますね。そうですね、レベルの高いね。そうですね、高いですね。まあ、15番のエバーニ、ストロッパです。ベナリーボ、ベナリーボ、左足のシュート、おー、すごい強烈なシュートですね。すごいですね。あの中に切り返してドリブルする、あれだけのスピードを上げた時に、軸足踏ん張るの大変なんですよね。ああ、そうなんですか。遅れますからね、スピードついていけないですね。ボールも速いわけですから、はい、それに合わせて鋭い振りを、シュート狙うの大変なんですよね。今のなどはしかも少しこうドライブがかかるような ね、 そうですね、相当振りが速いなっていう感じがしますよね。そうなんでしょうね。やっぱあのこの両チーム全員見てますと本当に鍛えられてるなっていう感じがしますね。筋力とか ね、テクニック、戦術が、全てにおいてやはり世界の、ね、トップクラスですね。大きく最後尾のバレージが前方へフィードしましたが、ここからドイツ、エフェンベルク、珍しいプレーです。アリゴサッキ監督の表情、少しいかんなという感じが、まあ、伺えます。エバーニジョラですかね。ジョラですね。ベナリーボ、先ほど強烈なシュート、グランダさーっと上がっていきますが、大きく前方へフィードします。もう完全に今はもうクリンスマンのまあ、ワントップというのは一人だけ残っているような感じですね。あとはもう引いています、はい、このユルゲン・クリンスマン、もうほとんど時間ありませんからね。そうですね、2対1とドイツが1点リード、もう残り時間がほとんどありません。中を見て最後のパスを送るか、ヘディングでのクリア、前に出します。イタリア最後の攻撃、大きくクリアしました。今ちょうど90分になったところ、インジュリータイムに入ります。シュトルンツのクリア、2対1とイタリアがドイツを1点追う形で、今ここでホイッスル、2対1ドイツがイタリアを下しまして、対戦成績を6勝7引き分け11敗としました。さあ、まあ、こういうドイツが勝ったゲームをご覧いただいたわけなんですけども、はい、本当に最後の方でね、金田さんがおっしゃったように、まあ、レベルの高い、そうですね、いいゲームだったですね。一つ一つが本当に高いですね、はい、一番最初にあのスペースも時間もないと言いましたけど、はい、そんな中できっちりつなげるっていうのは非常に素晴らしいなと思いますね。なるほどね。両チームのその印象というのはどうだったですか。あのやっぱりイタリアのゾーンプレスにかからない、はまらない戦術をドイツが90分継続してきたな、それはスピードあるサイドチェンジ、はい、っていうのをずっと継続してやり、まあ、90分続けてこれたスタミナとアイディアっていうのが徹底してたなっていう感じがしますね。なるほどね。さあそれではここでですね、金田さんのまあワンポイントコーナーといいますか、これを今日はどのシーンでしょうか。ドイツが同点に追いついたクリンスマンのシュートなんですけどね、はい、じゃあこれをちょっとご覧いただきながら解説してもらいたいと思います、はい。1点目先行されてブレーネから の、 あのスローインを7番のメラーがここへ走り込んだザマに対してパスをして、ザマが無理な体勢からのセンタリング、クリスマがヘディングで決めたところなんですけどね、一番最初のここですね、メラーのこれ向こう向いてますよね、となると逆サイドへのサイドチェンジがあるよっていうフォームなんですよ、この蹴り方が、はいはい、だからイタリアのディフェンダー2人の間、これはドナドニと
ベナリーゴの間を通ってるんですけどね、ザマーに対して、そこのまずいいプレーと、それからザマーがセンタリングする格好をしてスライディングを誘っておいてボールを流して、あの体勢から無理やりセンタリングしてるわけで、そこの筋力の素晴らしさ、そしてやはりクリンスマンがあの空中でポジションを取りながらきっちりこう抑えながらヘディングできる、やはりそこも素晴らしいっていうかね、それだけ3つのあの非常に素晴らしいプレーが結びついてこの1点生まれてるんですけど、やはりなんといっても7番のメラーの一番最初に右側を向いて左に出してるプレーということで、相手のディフェンダーは絞りきれなかった、それによってザマーの走り込みが生きたわけですね。なるほどね、そういうところですね。まあ、いつもですからこっち向いてこっちパス出すよって言ってたんじゃダメなんですね。なると今のはイタリアのディフェンダー2人いますんで、そのスペースはあのメラーから見ればほとんどないですよ。それを通すために右側をわざと向いてるわけですね。これ見てますとドイツやっぱり優勝候補ですね。あのいいコンディションに仕上がってそうですよね。だから本当に残念なのは、まあ、イタリアのディノバッチ、ロベルトバッチョが出てたら、そうですね、ましてどういうゲームになってたか、バッチョも見たいですね。まあ、いずれにしましても94年のアメリカワールドカップではこの両チームは優勝候補間違いないものと思われますので、これはどういう試合になるか本当に楽しみですね。今日は解説は金田信俊さんでした。金田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。